こんにちは。 NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日はね、亡くなられた方とつながろうっていう祈りの瞑想やってみたいと思います。ペットでもできますし、どなたでもできます。あるいは実在していた歴史上の人物、すでに亡くなられている歴史上の人物とつながるっていうようなこともできます。じゃあちょこっとね、短時間でつながるっていうのを、一緒にやってみましょう。霊気のアチューメントが済んでおられる方、特に中級セカンドレベル以上の方、どこのスクールで学ばれた方も、その方は遠隔ヒーリングの手順を踏まれるとより早く簡単につながれます。で、霊気知らないよ、何それっていう方、学んでないよ、アチューメントまだ受けてませんっていう方は私と一緒にやりましょう。うまくやれるかもしれません。はい、じゃあね、軽く目を閉じて正中線を整えて座ってください。どんな感じかというとね、背もたれから体を起こして、胸を張りすぎず、こう猫背にもならず、こういい感じにこう体の中のね、気の通り道がきれいにまっすぐ、こうパイプ筒ができているようなイメージです。そしてね、丹田下腹のところに大きい平たいお皿があって、そこにどん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 こう大自然の調和の取れたエネルギーが入ってきて、降り積もるようなイメージをしながら、静かにゆったりと呼吸をしていきます。この時に霊気を使える方は遠隔ヒーリングの手順を踏んでください。あなたが知ってる方と、亡くなられた方とつながっていくケースであれば、イメージが立ちますから、何か紙とかアイテムを使う必要はありません。歴史上の人物とつながってみようっていうケースも、なんとなくこう肖像画とか映画やテレビで見たよみたいな感じでイメージが立つならば、それで大丈夫です。全く面識がなくて知らない誰かと、亡くなった誰かとっていうのは、まあ今やる人はいないと思います。はい、じゃあね、ゆったり静かに細く長く、無理しないで、でも呼吸数を徐々に徐々に落としていきましょう。それからイメージの中でその方を思い浮かべてください。あなたから 1.5 メートルぐらい離れた先に、真正面に座っておられる、そんな感じです。どんな表情ですか？イメージの中でその方に笑いかけてみましょう。微笑んでみてください。そして相手の方もあなたに微笑み返してくれますから、穏やかなその笑顔を心地よく眺めましょう。何か言葉をかけてくれるんじゃないかっていう期待を横へ置いてください。あるいは何か思い残しがあるんだったら聞き取りたいっていうような執着心も横へ置きます。これすべてエゴです。これを横へ置かないと綺麗にうまくつながれないので、そういう欲は横へ置いて、期待も横へ置きます。何かミラクルめいたものが起こるんじゃないか、こういう欲も横へ置きましょう。思考を止めます。そして考えるんじゃなく感じる、
感じるっていうのはその人の雰囲気を味わう。もうちょっと距離を詰めたかったら1メートルあるいは70センチぐらい先までイメージの中で近づいても大丈夫です。もし相手の方が抵抗しなさそうだったら、その相手の方の両手を握ってもいいです。手を備えてみてください。味わうんです。近い距離になるとその人の雰囲気があなたのところへ届きます。心地よく穏やかに味わい感じてみてください。遠隔ヒーリングの手順を踏んだ方はきっとむしろ向こう側から応援や包み込むようなエネルギーを自分が受けているような感じを感じられるかもしれません。あるいは何も感じなくても全然気にしないでください。その方のエネルギー、その人の笑顔を味わいましょう。愛、調和、癒し、穏やかな喜び、一体感、つながり、魂だけのその人の本質は今言ったようなものです。言葉にすると難しいですが、そんなような感じです。個性はありますけれども、共通しているのは愛、つながり、穏やかな喜び、一体感、調和、癒し、こんな言葉から連想されるような、そういうエネルギーです。もちろん個性がありますから、例えば力強さ、例えば大らかさ、例えばきめ細やかさ、繊細さ、物静かな感じ、あるいは明るさ、軽やかさ、そういうような個性も感じられるかもしれませんが、繰り返します。その人の本質は、エゴがなくなった状態のその人は愛、喜び、つながり、純粋な、そういう意識エネルギーです。生まれたばかりの赤ちゃんが邪心がなくまっさらなように、亡くなられたその方の魂も真っ白です。綺麗です。クリアです。そのクリアな心地よさをどうぞ感じて味わってみてください。もしもあなたが応援が欲しいなと思っているなら、心の中でその人に、私に応援をくださいってリクエストしてみてください。無限の大いなるエネルギー、減ったり枯渇しないエネルギーがそこにありますから、それをあなたが共振共鳴し
もらっちゃっても全然減ってなくなりはしないんです。湧き出る泉のようです。この世のエネルギーではありません。あちら側の静かな波打っていないまろやかなクリアなエネルギーです。これをたくさん感じてください。包まれている静かなエネルギーを。あなたとその人は今つながっています。あなたが何の期待も持たずにそこにただ心地よさを感じている時に、もしかしたらメッセージがあるかもしれませんね。けれども何もなくてもその期待はしないでください。もうしばらく心地よさの中に浸っていたいかもしれませんが、今日はひとまずこっちの部屋へ戻ってきましょう。じゃあね、その人から少し距離を取って後ずさり、イメージの中で離れます。また会いに来ます。ありがとう。って心の中で呼びかけて、意識を
この部屋へ戻していきましょう。あなたの内面の状態どうですか？心地よさに満たされていますか？穏やかですか？では両手をグッパーグッパー、自分の体の中のエネルギーを感じて、この部屋の雰囲気を改めて感じたら、ゆっくりと目を開けます。お帰りなさい。いかがですか？亡くなられた方といつでもつながれます。未練や寂しさは横へ置いて、今のような感じでつながってみてください。そして心地よさをあなたが味わい感じた時に、このエネルギーこそが祈りの周波数なんですね。感謝、心地よさ、つながり、調和、祈り、非常によく似た周波数です。なのであなたのその心地よさはあの方にちゃんと届いています。綺麗なエネルギーの交流ができましたね。いつでもこれを行って大丈夫です。また気が向いた時にぜひやってみてください。じゃあ今日はこれで終わりましょう。またお会いしましょう。ありがとう。失礼します。